えー、こんにちは和和弘です令和4年8月24今日お話しするのはこれの話です。新しい署名用紙。えー、まあ、署名用紙はですね、あのいろんなところでいろんな方々が作られてで、えー、提出をされています。別にあのこれにこだわるわけじゃありません。今までお使いになっている署名用紙使っていただいても全然構わないんですけども、おまあ、ちょっとですね、少しメリハリをつけてみようと思って、えー、こういうものを作りました。 で、これのメインの主題はですね、えー、一つは、あの、総理大臣が特定視聴者家族に会ってもらいたいというお話で、えー、これはもう、いろんなところでされてます。国会でも何度も質問をですね、与野党でしてくださっているんですけども、なかなか前進みません。 でもう本当にですねあのみんななんでできないんだろうと本当にあのまあ、閣僚経験者も含めて思っているというのが正直なところです。でまあしかしこれはもうともかく国民の声でですね実施できます。というののはあの前に 首相官邸の前でですねあのアピールやった時に、増本さんも言われてましたけども、この政府が認定ということを法律決める前に、ですね家族会の方々、つまり今の特定思想者のご家族と同じような扱いになっていた家族会の方々に対しても、小渕総理とかですね合ってるわけですよね、ですから、それはもうできないことはないわけで、それをやってくれればそれでいいと。 おうだけの話ですですこれやはり世論の後押しが必要ですのでお願いしますというのが1点、えー、それからもう1つはあの拉致会社支援法の国籍条項の問題です。で今、あの政府認定の拉致会社17人ですが、それと別に警察断定への拉致会社というのが2人います、えー、このお2人です。 よみ、えー、さんとお剛さんの2人ですね、えー、まだ本当、幼児の時に北朝鮮に連れて行かれたということで、えー、オバマのお小ず海岸から連れて行かれたということについて、もう警察は全部調べ上げてます、でえー、それについて、ですねあの警察は拉致断定をしてるんですが、国籍があ日本国籍でない、朝鮮籍であるということで、えー、拉致認定になされていないということです。 でお母さんは渡辺秀子さん特定思想者のリストの中に入ってますが渡辺秀子さんで日本人。 なんでですねでこの子たちはもう日本で生まれて日本で育っているわけなんですけれども認定されない理由は父親が小出木という在日の元工作員で渡辺さんはまあ工作員と知らずに結婚してこの2人の子供をもうけたということですで父親の朝鮮籍で子供たちも育っているので 拉致認定されれないいででもこれおかしいですよねどう考えても拉致されてるわけですし日本人の子供なんですから、えー、当然ですねこれ認定されるべきですで、えー、認定のところに引っかかってる理由というのは、まあ、何よりもですねあのー、支援法が認定の基準であるあの元であると、えー、要はこれも前にもお話し,しました変な話で、えー、帰ってきた人たちを支援するための法律なんですね支援法というのは。 でえー、それは、あまあ、これもそのおお支援法の中に書かれているのが、まあ、ここにも説明文の中にも入ってますけどもお要はそのお拉致された方々が日本に帰ってきた場合で拉致被害者とは何を言うのかっていうのでその根拠になるのが支援法ですね。 ここれはもうう当然そういうことは必要ですよね帰ってきた人たちが拉致被害者ということをこれ誰が拉致被害者であるかというのは定めないと法律の適用ができません。でしかしその法律で、返ってきた人たちを基本的には偶するための法律で、 まだ書いてきない、取り返さなきゃいけない人たちのことまで認定ということをやってるからおかしくなるんです。で、しかし、まあ、いずれにしても、その法律でも日本国籍を持っている人に限られると、日本国民っていうふうな書き方をしてあるから、この2人なんかはもういなくなる。 入らなくなってえ。それからもう北朝鮮がいるということを日本政府に伝えている。金田辰光さん、これは田中美濃さん一緒に。まあ、あの同じダ団屋に勤めていた田中美濃さんは拉致認定してるんですけど、金田辰光さんは拉致認定されていない。これもやはりこの支援法がやはり一つのネックになってます。で、えー、日本国内から拉致された外国人というのもこれ在日以外にもいるんですね。で、えー、まあ、その特定視聴者のリストで言えばあの。 えっと陳世玉さん、台湾の方ですけども、この方があの大阪で、えー、失踪していて、拉致の可能性があると、えー、いうことはあります。ですから、これはですね、もう日本国内で拉致されたすべての人に対して、えー そのの認定というのは適用されるるべきであるそれから外国で拉致をされた日本人、これは有本恵子さん、石岡徹さん、松木薫さんはじめとする方々ですけども、こういう方々に対しても、もちろん認定は適用されるべきです、そういうふうに変えてくださいというごくごく当たり前のことなんですね、その2つが、まあ、一応メインで書いてあります。ぜひここれですねあの,この 署名活動の意味というのは、一つはあの、まあ、もちろん数を増やすということは必要なんですけども、署名していただく人に、この問題、一体どういう問題があるんだということを知っていただくということも意味があります。 ですから、まあ、そういう意味でですね、この署名用紙をぜひ使っていただきたいと思います。で、最終的に1000何百万という、その署名の数になるときには、もうこの署名用紙もそれ以外の署名用紙もみんな同じで、数として数えられます、えー。ぜひご協力いただければ幸いです。で、この説明文のところにあのリンクを貼っておきますけど私の,あのブログからですね、ダウンロードできるようにしてありますので、それぜひやっ で、えー、まあいずれにしてもさっき言いましたよね、えー、この支援法自体がもともと帰ってきた人たちのための法律なんですねそれで帰ってきてない人たちを取り返すということについての認定をするということ自体に無理があります。 えー、ですからそこも最終的にはもう変えなきゃいけないんですけれども、まあ、ともかくまずはこれをやろうと、でそしてですね国会議員、これはあの今回、えー、関係閣僚、総理大臣はじめとする関係閣僚以外に関係した国会議員。 も対象になってますですから、国会議員の方に出していただいて、そこからまた政府の方へ届けていただくというやり方でも、もちろん構わないんですね。えー、いずれにしても、そういうふうにして、国会の中で、えー、動かし、国会も動かしていかなければいけないということで、こういうものを作りました。ご協力いただければ幸いです。よろしししくお願いいまます今日もありがとうございました